本当にお久しぶりですね。あれから1年だ。あの時は伊達さんにはお世話になりました。いや、こっちこそ鞘のことで世話になった。鞘、俺の一人娘だ。鞘ちゃん、お元気ですか？毎日楽しそうに美容院の専門学校に通ってる。そりゃよかった。しかし、初めて会った時はチンピラみたいだったが、店長らしくなったもんだ。いや、まだまだ勉強することがたくさんあります。いらっしゃいませ。おう、久しぶりだな。こちら俺の昔の先輩で警視庁の河原さんだ。あんたが和樹さんか。よろしくな。警視庁、よろしくお願いします。不愛想なおっさん二人で押しかけて悪かったな。いいえ。ところで今日はどんなご用件で？お前だけに話があるんだ。まあ俺つまみを用意してきます。お話とは？今から1時間後の午前1時、ここへ捜査陣がガサ入れに来る。え？どうしてうちの店に？ここだけじゃない。めぼしい風俗店、飲み屋、カジノがターゲットだ。何かあったんですか？この前のミレニアムタワーの爆破だ。確かな情報によると、どうやら外国人の組織が欲しいらしい。外国人の組織？あれだけ派手にやられりゃ警視庁のメンツは丸潰れだ。そこでだ、400人の捜査陣を動員して不法滞在の外国人を一網打尽にするって作戦だ。でもこの店には不法滞在の外国人なんて一人もいませんよ。不衛法にいろいろ引っかかんところがあるんだろうな。あやとか店閉めないとしばらく営業できなくなるぞ。ええ、まあ。でもどうしてそんな重要な情報を私に？1年前、この店には迷惑をかけた。そのお詫びだ。そうだったんですか。いや、伊達さん、河原さん、本当にありがとうございます。さあ、これで奴が組織の人間なら仲間にすぐに知らせに行くはずだ。俺には信じられねえ。奴が海外組織の一員だなんてな。あれだけのことをやらかした組織の一員だ。簡単には見破られやしねえさ。本日の営業はこれで終了となります。誠にありがとうございました。変わった様子もねえようだ。組織の一員だなんてガセネタじゃねえのか。奴をみんな警戒すんだろう。いつまでもここにいたら不自然だろ。まだ分からねえぜ、奴がどう動くか。何？ほら来た。行くぞ誠。あ、ちょっとどうしたんですか伊達さん。
うん。